僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者。ですね、最近、LINE ゲームのですね、あれ、むしゃくしゃすることありませんか、皆さん。LINE ゲームで、全然親しくないやつから、なんかさ、ハートちょうだいみたいな。つむつむだよ、そうだよ、それだよ。そのさ、LINE に登録してるやつが、つむつむを、なんかハートくださいとか、大して親しくもないやつからさ、ハートちょうだい、なんかリクエストお願いしますって、あるでしょ？そう。あれって何なんですか？それによって僕の生活に支障が出てるんですよ、すでに。だって僕あれだよ。宅配便の会社の再配達のさ、電話を登録しといたら、それが勝手に LINE に登録されてるんですよ。で、その宅配便の再配達のチャンネルからさ、ハートちょうだいっていうのが来てるんですよ。すでに。で、それだけじゃないんですよ。肉親からもですね、そういうのが来まして、僕がね、ずーっと可愛がってる、中学2年生の姪っ子のね、萌えちゃんからもさ、連続で何回も何回も来るわけですよ。そうやって必要に。LINE のね、ハートちょうだいって。こういうの、こういうの。こういうのが、時間帯関わらず何回も何回も来るんですよ。萌えさんがハートおねだりしていますとか、200コインもらえるから今すぐ受け取ろうとかさ。だから僕はですね、これを、ほら、こうやってやったんですよ。萌えちゃんにね、怒りを兼ねて、おねだりしたってあげないよって。どうしても欲しいなら、和義様、ハートください、お願いしますだろって、こう、書いたら、深夜の1時にね、深夜の1時に来たんだよ。そしたら、これです。一言、中学生の姪っ子から、死ね。これ何なんですか、おい。萌えちゃん、ずっとお年玉あげてただろ？ちっちゃい頃から抱っこしてやったり。たかがゲームで、おじさんに対して、死ねっていうのは何なの？本人に今から電話しますから。何これ？あれ？萌えちゃんいる？あれ、和義ですけど、萌えちゃんいる？萌えちゃんにどういう教育してんの、君。萌えちゃんから LINE で死ねって言われたんだよ、おい。これ誰今？誰これ、萌えちゃん？なんであなたは、僕にですね、LINE のハートもらえないからって死ねって言ったの？え？めんどくさいんだけど。なんでめんどくさいのよ。だってさ、今遊んでんのにさ。遊んでんの？何して遊んでんの？え？死んでほしいから死んでって言っただけ。死んでほしいの？なんでその LINE のハートをもらえないだけで、そうやって人に死ねって言うんだよ。そんな教育した覚えないぞ、おい。お年玉いっぱいあげてんだろ？ 3000 円ぐらい。毎年毎年。え？じゃあ、ごめんなさいわ。ごめんなさいしたら今度ハートあげるから。和解するよ。え？今度 3DS のソフト貸してやるから。そうだよ。わかった。じゃあ、わかった。最後にごめんなさい言ったら、今度マリオあげるよ。ああ。じゃあ、わかった。じゃあ、またね。あ、1万円あげようかな、じゃあ。じゃあ、ごめんなさい、言ってごらん。ごめんなさいは。あ、切りました。